しみの元忠は捨て石、助けは無用。上杉を抑えた後、決戦へと向かわん。家族を失うこと、死者より仕えし配下を失うこと、わしは歩みを止めるわけにはいかん。人の一生は重荷を負うて遠き道を行くのもとし、太平の世の礎となるためいかなる犠牲もいとわぬ。Save that stubborn old man. Mitsunari 殿は全国に檄を飛ばし、家康様の留守をついて挙兵いたした。京に残る大名の妻子らには強引にも人質に取られた者もいるらしい。いよいよ決戦が迫ってまいった。